はいどうも皆さんこんにちは、ピオキングです。今日もみんなでバトルやっていきましょう。前回の動画はね、4927から始まって4927で終わるっていうね、プラス1もマイナス1もなってなかったんですよね。まあ、こんなことあるって思って、なかなかないよねそんなこと。そして前回のマリオがもうほんと悔しかった。もうめっちゃ悔しかった。あの時コントローラー投げる寸前コントローラー投げる寸前まで来てたから、もうそのマリオのね鬱陶しさっていうのから、わあ前回の動画をねぜひ見てください。もうすっごいですよ、もう超妨害。まあ、みんなでバトルやってると、まあ、妨害するのはね当然当たり前のことなんですけど、まあ、勝つためにね。でもあれはちょっとね悪意がめっちゃ悪意あったもん。もうほんとひどかったな。まあ、そんな前回の話はそろそろ置いといて、このコースに集中していきましょう。それじゃあ今日は S プラスになれるといいな。オッケー、待って、毒蜘蛛ってそういうことね。危ない危ない危ない、よし危ねえ、よしよしよし、どうしようどうしよう。一応この辺にキノコとかないかな。ない、優しくないこのステージ。ちょっと待ってくれ、よし、あー危ねえ、あキノコキノコ、オッケー、待って危ねえ、よしよしよし、ここは落ち着いて行きましょう行きましょう行きましょう、落ち着いて行きましょう。危ない危ないよしよっしゃ、このままキノコやった、これで生き延びたぞ。オッケーオッケーオッケー、でジャンプで、ここは待って、ここら辺でキノコ欲しいなって思ったけど、上からキノピコ来てたの全然気づかなかったな。で中間ポイントをしっかり取っていこうか。ここは絶対取っておった方がいいでしょう。でそしてここで、あこっちの方がなんかめっちゃ楽じゃん、めっちゃ楽じゃんこっちの方が。待って待って、これキノコ消えるくない、キノコキノコじゃない、雲消えるから新しいのにねどんどん変えていかなきゃいけないっぽいぞ。オッケーオッケーオッケー、でこのまんま右に行く。そしてこの土管でいいのかな、大丈夫、危な、よしオッケー。そして右に行く、あー待って、これはまずいぞ、これは非常にまずいぞピオキング。おうわ待って、これはちょこれこれきつ、これきつ、あーちょ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 、あーちょ、ナイス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 、早く早く早く、あぶねーやったこれでクリアではなさそうだけど、やったこれは先にちょっとクリアさせてもらいますね。さっきのダブルハンマーブロスはやられたかと思ったわ。いやほんともう少しなんですけどね、 S プラスまで、あとほんともうちょっとなんですけど、なかなかねほんと慣れないな。それじゃあどんどんやっていきましょう。お、一番左のアバターめっちゃ強いんですけど、意外と好きだぞ、ああいうなんていうのシンプルな顔っていうのかなシンプルな顔って意味わかんないけど、まあ、僕のアバターもどっちかって言ったらシンプルすぎる顔っていうか、これはきっとずっと右に走り続けていけば勝てるやつだ。よし、なーに、なーに、オッケー、え、これもうダメじゃんこれ。それじゃあ次は3人か、オートマチックハードクロス D、 クロス D でいいのかな、オートなんとかって書いてたけど、これは上からバネが落ちてくる、でこれはどうしようか、このまま、待って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 くれ、一旦みんなさん皆さん落ち着きましょう、落ち着こうぜみんな、みんな落ち着こうぜ待って、下から出れないからもう、よしでこのまんま、おちょ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 待ってここにここに入れない、待って入れない、マジで入れない、うおこれは一旦死んでおいた方がいいんじゃない、え、ゴールされたんだけどえ、ベル取らない方が良かったのか。いや、いろんなコースがあるね、みんなでバトルっていうか、このスーパーマリオメーカー2やってたらほんといろんなコースありますよね。
めっちゃ短いコースから、まあ、凝りすぎっていうぐらいね、めっちゃ凝ってるコースもあれば、凝ってれば楽しいっていうわけでもなくて、やっぱりシンプルに短くてもね楽しいのもいっぱいあるんですけど、このマリオメーカー2をやってるとそういったいろんなコースにね出会えて本当に楽しいと思います。お、ルイージピョンタトモキ、ちょっとピオキングっていう名前と似てない？そして1の1か、まあ1の1っていう詐欺詐欺多いですけど、これガチの1の1のやつじゃん。これガチのやつだ。よし、4つ目の土管でしょ。よし、ジャンプ。おお、危ない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 。よし、オッケーオッケーオッケー、1234オッケー。そしてこれは左で、左でオッケーで上に入る。よしよしよし、これは勝てるかもしれない。あもういつもやられるんですよね。なんでだろう、もう本当にもうやる気失せたわ。もうキノコ取っていこう。見てほら、もう本当いつもあのクリボー、え、高くね、あのブロックあんな大きかったっけ、あのブロック。本当に惜しいことしました。勝てる大チャンスだったんですけど、そのチャンスをね逃してしまいましたね。まあまあ勝てるチャンスはねこれからいっぱいあるでしょう。クリボーを15体倒してからゴール。クリボーを何体倒してからゴールとか結構多いよね。まあスーパーマリオ、違う、スーパーボールマリオっていうのかな。これはどうやっていこうか。あ、これ無理じゃない、これボールないと無理じゃんこれ。待って、参加できない、参加できない一回スタートからやり直そっか。このスーパーボールをまあポンポンするのに参加したいんですけど。よし、オッケー。この音楽めっちゃいいっていうか、え、待って待って早くない、みんな、みんな早くない、これどっち、え、どこ行けばいいのこれ。なるほど、あー、そういうことね。で、一旦ねゴールを、ゴールがどこにあるかしっかり見ておかないとまずいと思うんですよ、私ピオキング。よし、でこのまま上に行こうか。よし、オッケー。で右、こっちに、あー、鍵がいるのか。なるほど、待って待ってこっち意味ないから、こっち意味ないから、待ってよね、待ってね。多分ねクリボーたちを倒さなきゃ鍵が入らないってことでしょ。オッケーオッケー、ここはもういない。そしてこれ真ん中行ったっけ。あ、真ん中めっちゃおる、めっちゃおる、めっちゃおる。ちょっと待って待って、1体じゃダメでしょきっと。1体でいいのかな、絶対待ち構えてると思った。ほら見て、ほら、お、でも誰もいない。でこのまんま渡る、やっぱダメか。鍵4ついるんだよね、4つ3つ。あー待って、めっちゃ持ってた、めっちゃ持ってた、今めっちゃ持ってたあの人。あー待って、あ、え、え、俺どこ、俺待って待って、あははえ、で渡る、鍵足りないでしょ、鍵足りないっぽいよね。オッケーオッケー、あ、待って待って、え、ずるずるずる、ちょっと待って、マジかよ。クリボーを倒してから、そういうことか。待って、もうここで待っておくか、もう多分もうゴールするでしょきっと。よし、じゃあここで待っておきましょう今日は。あ、ゴール奪ったかわいそう今の、あのルイージめっちゃかわいそうじゃない。はい、それじゃあこれでラストバトルにしたいと思います。じゃあそれじゃあこのプロペラを取っていくか。よし、これはめっちゃ勢いをつけていこう。オッケーオッケーオッケー。で待ってくれ待ってくれみんな早いな。おーし、オッケー。待って、えルイージを殺しちゃった、ごめんな。待って、そしてキノピオ、待てー、やるな。よし、でこのまんま、えオッケー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 。待って、これは、いやー、そう来ると思った。絶対そう来ると思った。やっぱ下から行ったらダメだな。絶対負けたいね、これ。絶対負けたいね。いや、でもね、あー、やっぱりか。え、でもルイージ、お、ルイージがゴールしたんだ。すごっ。ルイージよく抜きましたね。はい、それじゃあね、今日のみんなでバトルはここで終わりたいと思います。
や今日はレート下がってしまいました。でも S プラスになるまで突っ走っていきたいと思います。それじゃあまたね。